平野紫仕様、シンガポール旅行でファンとの絆を強化。10月24日のインスタグラム投稿が注目を集める。インスタグラムのストーリーズを通じて、平野紫仕様さんがファンに新たな投稿を予告し、その内容に期待が高まっています。10月24日に行われたストーリーズの更新は、 ファンにとって嬉しいサプライズとなり、平野志耀さんの近況を知りたがる人々にとって待望の瞬間でした。平野志耀さんは日本のアイドルグループ、キングプリンスの一員として多くのファンから愛されている若手アーティストです。その魅力は歌唱力だけでなく、明るく魅力的な性格にもあります。 インスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、日常生活やプライベートの一端を共有することで、彼のフォロワーは彼の日常に一層の興味を持っています。この記事では、平野志洋さんの最新のインスタグラムストーリーズについて詳しく紹介し、ファンたちの反応を取り上げます。また、彼のプチ旅行先であるシンガポールについても触れ、 ファンにとって興味深いポイントを紹介します。平野紫陽さん、最新のインスタグラムストーリーズでファンを喜ばせる。10月24日、平野紫陽さんは自身のインスタグラムアカウント、アットション H で採用を通じて新たなストーリーズを公開しました。この洋国的な投稿は、彼のファンから大きな注目を浴び、期待が高まりました。このストーリーズには、 平野志洋さんの後ろ姿が映し出された写真と以下のテキストが含まれています。庭岸くん来る前に人とプチ旅行をシンガポール行ってきたから明日写真あげようかしらとのことです。この和文から彼がシンガポールでの旅行を楽しんでいたことが伺えます。平野志洋さんは たびたびインスタグラムを更新していますが、最近はしばらく投稿がなかったため、10月25日に新しい投稿が公開されることは、彼のフォロワーにとって待ち望まれていた瞬間でした。ファンたちは彼の近況を知りたがっており、彼のインスタグラムアカウントをチェックするのが日課となっています。SNS 上での反応も熱烈。 インスタグラムのストーリーズがアップされると、ファンからは喜びのコメントが殺到しました。平野紫陽さんからの新たな投稿に期待と興奮が広がり、SNS 上で様々な感情が現れました。ファンの中には、紫く君から9日ぶりに連絡、といったコメントがあり、彼の投稿が待ち遠しい気持ちを表現しています。 彼のストーリーや投稿がファンにとって特別な瞬間であることは間違いありません。また他のコメントには、シオ君からのストーリー嬉しいよからという声や、ジグヒラインシンガポールといったフレーズも見られ、彼の旅行先での活動に期待が高まっています。ファンたちはシンガポールでの彼の新たな一面や冒険に興味津々のようです。 シンガポールでのプチ旅行の魅力。平野志耀さんがシンガポールでのプチ旅行を楽しんでいたことはファンにとっても驚きと楽しみな情報でしょう。シンガポールは東南アジアに位置する美しい国で多くの観光名所や魅力が詰まっています。彼がこの国で過ごした時間はファンにとっても魅力的な要素がたくさんあることが期待されます。シンガポールは その美しいビーチ、近未来的なスカイライン、カラフルな文化、そして美味しい料理で知られています。特に、食文化は多様性に富み、世界中の料理が楽しめる場所として有名です。平野志洋さんがシンガポールでどんな食事体験をしたのか、その点についても期待が高まっています。また、シンガポールはショッピングやエンターテイメントにも充実しており、 ファンたちは彼がこの国でどのような活動を楽しんだのか興味津々でしょう。ファンにとっては彼のプチ旅行先での新たな一面や魅力に触れる機会となります。平野志洋さんの最新のインスタグラムストーリーズは彼のファンたちにとって楽しみな驚きとなりました。彼の投稿が待ち遠しい気持ちを抱えていたファンたちは 彼の近況を知ることができ、その喜びを SNS 上で分かち合っています。シンガポールでのプチ旅行についての情報も含め、彼の新たな一面や魅力的な日常について触れることで、読者の皆さんに彼の魅力をより深く知ってもらえることでしょう。今後も彼のインスタグラムアカウントから目が離せないファンたちにとっては、これからも楽しい情報が期待できることでしょう。